それでは杉さん、はい、いよいよ本日最終回終了いたしました。お疲れ様でございました。いや長丁場ね、長丁場だったんだけど、うん、まあ案外早かったなっていう。そうですね、はい、まあ今日はね本来ねあの台風が来ていて、ね、まあ実際ここに来れるのかどうかということで、なんかやはり高橋さんが祈っていただいたら、びっくりするような台風の進路で変わり晴れてね、はい、晴れて普通に撮影できるイメージしかなかったので、うんはい、雨はねイメージなかったですね、まあ、本当に火災いらずな、はい、ありがとうございます。とんでもございません。助かりました。いろいろと668の3回の20時間にわたる撮影、うん、ずっとまあ、はい、で回してて見ていて聞いていていただいて、はい、結局だからセミナーにすると三単元を喋りまくった感じ、うん、そうですね、ってことですよね。セミナーベースでいうとね、まあ、一応本になぞらえてる通りでですね、はいはい、まあなんで、まあ、恒例の今日の感想のやつを、はいはい、聞いてみようか、うん、そうですね、今日は789ということで、まあ、撮影をしたんですけれども、9章がね、まあ、マインドの部分ということで、こうやっぱり一番大事なのかなとね撮影してて思ったんですよね。で、まあ、スキルとか、まあ、テクニックっていうのは、まあ、今はどこにでもあったり、まあ、本もあるし無料でも、まあ、検索すればあるし、まあ、それは得ることが大事なんですけども、それを知っていてもなかなか結果が出ないとかっていうことであって、でそれは何が足りないのかっていう部分で、そのマインドと。で今回9章の最後がマインドであるっていうところっていうのが、まあ基礎なのかなと思ってますし、一番まあ、 思いがね、うん、こう出てきた動画なんじゃないかと思います。はい、すごい真面目なご自分コメントを言ってますけどね、はいはい、もうちょっとふざけてもうちょっとふざけてもね、でもやっぱりそれだけね今回この、うん、特にマインドの部分は、うん、伝わってくるものがすごくね、うん、あったんですよね、はい、なので、まあ、真面目モードでしゃべって真面目モードで、はい、ありがとうございます。じゃあ真面目モードの話はさておき、前編的に何かこう気づいたこととか感じたことは、まあ、高橋さんここってすごいよねとかでも全然構いません。まあすごいのはすごいでしょ。まあ別に言わなくても、うん、言ってくれなきゃ。まあそうですね、なるほどね、やっぱ言わないと分かんない、だからね伝わらないから、そう好きだとかね、そう嫌いだとか、そういうこと、好きなら好きって言ってもらった方が楽しくて、そうですよね、そうだと思うんですね。まあ前編を通じて言ってる今日の前編、いや全部で3日間全部で、ね、そうですね、まあ、全部ずっと撮ってきて、うん、まあ、思ったのは、まあ、私最初にこの仕事をね、受ける時点では、まあ、この書籍の解説の動画を撮ろうっていう感じで思ってたんですけれども、やっぱりこれはその単純な書籍買って読んでたら別にいらないんじゃねって動画ではなくて、そこに込められた思いがしっかりとこうこの動画の中で語られていて、もちろんその ここにはないね内容ももちろんたくさん入っているし、なんていうの、考え方、それがねすごく伝わってくる動画なんです。で大事なのはその考え方、常に自然に高橋高子のように振る舞えるようになるので、大変なことですよ、ね、まあ、高橋高子のように振る舞うのがいいかどうかで、その人にとって効果の効果それは分からないけども、ただ考え方をインストールするっていう意味ではこの動画は非常に意味があると、まあ、音声だけもちろん聞くのもすごく、動画を見た上で音声を何回も聞くっていうのもありかなと思って、この場合こんな時高橋高子はどうするか、そういうところがふっとね、はい、出てくるようになるまでこの動画を見たり聞いたりされるといいんじゃないかっていうふうに思いました。で、まあ、私はこの販売前に、はい、すでに全て見てしまった、見てしまったって、どうしようみたいな飛躍してしまう、インストールされちゃったから、インストールされてるんで、もう明日からなんかこう衣装も変えようかな、大事そんな感じです、ね、大事ね、ありがとうございます。まあ、じゃあ、ね、私の方からも、うん、まあ、
3回ね、付き合っていただいて、まあ、基本的には、まあ、私は自分でももちろん分かっていたんですけど NG テイクはほとんどないんですよ。ですね、だからそこに対してはね、多分編集は楽なはずです、はいはい、まずそこに対してはね、はい、ただ私が嬉しかったのはやっぱりこうだからこの絵が欲しいよね、こうだからこういう動画撮りましょうっていうのをバンバン言ってくれて、まあ、全部作ってますけどね言われたら全部作るんだけど、はいはいはい、っていうなんかその掛け合いで作っていく感じっていうのが、まあ、ライブ感があって、で、なんかライブセッションとかあるじゃないですか、ね、こう勝手に楽器が入ってくるみたいな、あの感覚に近くて、まあ、そういう意味では楽しめました。そうですね、楽しかったですね、確かに、うんうん、でなんか作りイメージだけだったものが作り上げられていって、でその時にやっぱり高橋さんがね、こういうのがあったら喜ばれるよねとかっていう、うんうん、その思いで作っている、うん、それがやっぱり動画の中にこう現れてきているような気がして、はい、うん、よかったと思いますね、うんうんうん、はい、そうですね、はい、なんで、まあ、あとは編集作業、死ぬほどいっぱいのこの動画たち、そうですね、この神の手で神の手でゴッドハンドで早々に仕上げていただいて、そうですね、今何気にプレッシャーを急げよ見てない見てない、皆さんのほらお楽しみに、ね、待っておられますので、そうですね、はい、仕上げていただいて、はい、うまく販売リリースをかけていただいて、そうですね、はい、はい、ところまた楽しみ、私自身も見てませんからね、喋ってますよ、ね、そうですよね、見てるでしょ、私、私は私の画像見てない、あ、そうですよね、まあ、モニターでしかね、ちっちゃいからね、ちっちゃいからちょっとよくわからないですけどね、はい、まあ、楽しみにしてますので、はい、まあ、本当にこんなんでは ありがとうございました、はい、また販売までどうぞよろしくお願いいたしま す、はい、しします。スピンオフとかもね、そうですね、人種とかも、ね、はい、作っちゃうのもね、面白いかもしれない、はい、そんなのもお楽しみにしてください、はい、それでは皆さん、さようなら。